この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。アイリー、何か甘いものないかな。え、お腹すいたの？新しい発明に行き詰まってさ。ほら、頭使うと甘いものが欲しくなるだろ。わかるわ。ルビーもわかる。ラブラも。二人の場合は単に食いしん坊なだけなんだな。食いしん坊ラブ。食べたいラブ。そういえばお兄ちゃん、意外に甘いもの好きだもんね。トレビアン、聞きましたわ、聞きましたわよ。スイーツ大作戦ですわ。はー、甘いものを欲していらっしゃるサクタロウ様のためにスイーツ大作戦開始ですわ。そしてみんながスイーツを食べている隙に、この私がペンダントをゲット。まさに一石二鳥ね。それじゃスイーツの制作に取り掛かりますわよ。おかしいですわ。本の通りに作ったはずですのに、どうやら手作りスイーツはハードルが高すぎたみたいね。仕方ない、どこか手近なお店から取り寄せて。ダメよルー。え、サクタロウ様に召し上がっていただくのは愛情のこもった手作りスイーツでなくては。わかったわ、それなら専門家を呼び寄せてあげるわ。専門家？ねえルア、その専門家というのはまだかしら。もうすぐ来ると思うわ。スイーツ参上、スイーツ解決、はは、ツッケンパーのニャンポロリ。人呼んでさすらいのスイーツ専門家、その名もスイーツ大好きサンゴニャン。あなたがサンゴニャン。待っていたわサンゴ。お久しぶりニャンヌー。専門家として名高いあなたに頼みがあるの。お店では買えないとびっきりのスイーツを作って、それをサクタロウ様にプレゼントしたい大作戦のアドバイスをお願いしたいんですの。なるほど、なかなか難しい相談ではありますの。たとえ作戦が失敗したとしてもちゃんとお礼はいたしますので。本当にゃ、私決して嘘はつきませんわ。にゃ、そこまで言われたら断れないにゃ。それじゃあこのサンゴにお任せにゃ。あの何なのこの大量の箱。世界中から取り寄せた一流のスイーツだにゃ。待ってくださいな、私が求めているのはお店で売っている品ではなくて手作りのスイーツ。なめんなにゃん。とびっきりのスイーツを作るにはとびっきりの味を知るところからにゃん。なるほど、言われてみればその通りですわ。本物を知らずして本物を語るなかれ、全ての道はローマに通ず。ということで食べるにゃん。おいぴー、おいぴーんだにゃん。それじゃあ私も勉強のために。スイーツ独占サンゴにゃん。まあ専門家なんだし任せておけば大丈夫よ。そうですわよね。あのオーストリアの名店から航空便でシュトレーデルが到着しましたわ。早くよこすにゃん。はい。今度はウィーンから本場のザッハトルテが。もちろん食べるにゃん。ドイツのシュトーレンがいただくにゃん。フランスのマカロン、よこすにゃん。京都から生八つ橋がこうにゃん。スペインのポルボロン、いただきますにゃん。イタリアのビスコッティがまだまだ食べるにゃん。
の。そろそろ手作りスイーツの方を。ですから世界中のスイーツを味わったことですし、その研究成果を生かしたとびっきりの手作りスイーツを。スイーツなめんなにゃ。この程度じゃとびきりのスイーツを知り尽くしたことにはならないにゃん。もっとにゃ、もっともっと持ってくるがいいのにゃん。はい。何かおかしい。それが…うん、喉が渇いたにゃ。紅茶のおかわりが欲しいにゃ。はい。ローラ、ごめんなさい。急にどうしたの？実は…ジュエルランド時代はほとんど付き合いなかったし、スイーツの専門家としか知らなくて。こっちも美味しいにゃん。スイーツ大好きサンゴにゃん。それじゃとびっきりの手作りスイーツは。ごめんなさいローラ、今回は完全に私のミスだわ。この埋め合わせは必ず。お茶のおかわりはまだかにゃ。お兄様への思いを、お兄様への熱い思いを食べないでくださいませ。働きもせず食べてばかりで、あなたなんかただの泥棒猫よ。ごめんなさいにゃ。世界中を旅してお腹ペコペコペコだったのにゃ。ローラ、許してあげて。確かに作る専門家とは言ってなかったし。その通りにゃ。だったら最初からそう言っときなさい。お待ちなさい。お兄ちゃんが買い物に付き合ってくれるなんて、なんだか久しぶり。ちょうど甘いものも欲しかったしな。ルビーもプリン買った。みんなのおやつだから一人で食べちゃわないでね、ルビー。もちろんだよ。何今の声？なんか妙に甘ったる匂いがする。本当だわ。大失敗でしたけど、約束は約束ですし、できる限りのお礼はしますわ。
本当に？よかったわ姉さんが。何かご希望は終わり？あのにゃ、あのにゃ、サンゴの夢を聞いてほしいにゃ。サンゴのスイーツ屋さん。今日は何買おうかな。ラブラ、スコップ買うラブ。ダメよ、今日は無駄遣いせずにすぐ帰るんだから。せちがらいラブ。あら、どうしたんだの？新しいお店ができてる。本当なんだな。行ってみるラブ。行こう行こう。ま、ちょっと、もう。ん？これなんて読むの？ 3×5=15。 3×5=15と読むんだにゃん。やぶにゃん。うわ、サンゴラブ。みんな、お久しぶりだにゃん。いつこの町に？割と最近にゃん。うわ、3×5=15って、もしかしてこのお店サンゴのお店？その通りだにゃん。すごいんだな。かっこいい。あ、新しいジュエルペット？スイーツ大好きサンゴにゃん。よろしくにゃん。私はキララアイリー、よろしくね。え、ローラが？そうなんだにゃん。いろいろあって自分のスイーツショップを持つというサンゴの長年の夢を叶えてくれたんだにゃん。ローラビールっ腹ラブ。それを言うなら太っ腹よ。でもよかったねサンゴ。うん、そうなんだけど。どうしたの？オープンして1週間なのに全然儲からないのにゃん。儲からないって、そういえばお客さんがいない。おいしそうラブ。置いてあるお菓子どれも美味しそうなのに変だね。品数も充実してるし、なんでお客さんが来ないのかしら。もしかしてフロアの一番隅っこだから目立てないのかも。そうだ、みんなでサンゴのお店が繁盛するように手伝ってあげようよ。いいアイデアなんだな。ラブラも手伝うラブ。みんなありがとうにゃん。友達大好きサンゴにゃん。いらっしゃい、いらっしゃい。素敵なスイーツのお店です。寄ってってほしいんだな。あ、ジュエルペット？すごい、ジュエルペットがこんなに揃ってるの初めて見た。驚くのは早いラブ。店長もジュエルペットラブ。はい、サンゴ15の店長、スイーツ大好きサンゴにゃん。シャトラのジュエルペットだ。かわいい。はいはいはい、お嬢さん、写真もいいけどスイーツも買ってほしいんだな。どうする？ちょっと見ていこうよ。そうだね。この調子でもっと頑張ろう。はい、いらっしゃいませ。甘くて美味しいラブ。素敵なスイーツのお店サンゴ15なんだな。今ならオープン記念でお安くなってます。何よこのお店。話にならないわよね。あのどうしました？どうもこうも買えるものが何もないんだもん。え、買えるものがないって？見事に空っぽなんだな。さっきまであんなにたくさんあったのに。サンゴどこ？どこかしら。奥から聞こえたラブ。ま、いたんだな。サンゴ大変だよ、スイーツがなく。スイーツ大好きサンゴにゃん。サンゴ、お客さんが買うものが何もないって。そうなのにゃん。毎日毎日こんな感じでお客さんが来なくて全然商売にならないんだにゃん。困ったにゃん。それってサンゴがお店の商品みんな自分で食べちゃってるからだよ。え、うん、気づかなかったにゃん。そんなバカな。なんということにゃ、こんな簡単なことに気づかなかったなんて。でももう大丈夫にゃん。サンゴ、これからはつまみ食いを我慢
するにゃん。本当ラブ？きっとラブ。でもどうすればいいんだろう。そうね、つまみ食いしないように家で留守番しとけばいいんだな。それじゃあ店長の意味ないわよ。朝ごはんをいっぱい食べてお腹いっぱいにしておけば売り物をつまみ食いしないラブ。ダメよ、甘いものに関してはサンゴの胃袋は底なし。かつてスイーツランドを2日で壊滅させたこともあるのよ。うにゃにゃ、さすがに3日はかかったにゃ。あー、そう。にゃー、どうすればいいのにゃ。誰もがお前がつまみ食いしなきゃいいんだよと思っていたが、あからさまには口にできないままいたずらに時だけが流れていったラブ。で、口にしてるにゃ。で、ラブ、あ、時だけが流れていったで思い出したけど、もうこんな時間。ほんとだ、ご飯の時間ラブ。アイリが待ってるんだな。そんな。また明日様子を見に来るからね。わかったにゃん。へえ、サンゴちゃん大変そうだね。ええ、今夜は一人でつまみ食いしない特訓をするって言ってたけど。まあ、つまみ食いはうちでもよくする子がいるしね。ごめんなさい。誰とか言ってないのに。ダメにゃ、ダメにゃ、食べちゃ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 ダメにゃ、こっくり。なって自分だけのお店を持ってたのに。涙の味がするにゃん。これは。サンゴ大丈夫かな。ほんと美味しかったよね。私ダイエット中なのにこんなに買っちゃった。あの買い物袋、サンゴのお店のラブ。間違いないんだな。ということは、すごい、これ全部お客さん。3時間待ちなんだな。またのお越しをお待ちしてますにゃん、サンゴ。みんな悪いんだけど手伝ってほしいんだにゃん。それはいいけど。すっごいラブ。サンゴ今日はつまみ食いしなかったラブ。で、あれ？何これ？よりせんべい、干し芋、ミックスナッツ、ポテトチップ？こっちは磯辺焼きラブ。醤油せんべいに。しょっぱいものばかりなんだな。あの、サンゴ？置いてある商品が。そうなんだにゃん。朝から大人気でいきなり行列になったにゃん。おまけにつまみ食いもしてないにゃん。あ、こっちにケーキがあるラブ。なんだ、やっぱりスイーツも売るんだよね。これはサンゴのおやつにゃん。さあ皆さん、当店オリジナルの手焼きせんべいまだまだありますからよろしくですにゃん。こっち醤油せんべい500g。 のりせんべいください。うまいんだよここの。甘いスイーツ大好きサンゴにゃん。甘いことなんてないラブ。酸っぱいしょっぱい苦いの3つしかないことを教えてやるラブ。これは何ラブ。これは超巨大なチーズケーキラブ。一体何ラブ。プロレスだ。コーンって、スイーツ
マジカル占い。今日一番ラッキーなのは魚座の人。たまには靴の右と左を入れ替えてみて、いい気分転換になるよ。え、靴？靴履けないよ。ルビーだよ。ラブだ。ラブ、そういえば人間界に来てからあんまり男の子のジェルペットに合ってないよね。こいつはきっとプライオリティってやつ。ラブ、プライムリブステーキ？ステーキじゃなくて大人の事情。ラブ、次回ジュエルペットマジカルチェンジ、渡す普通の犬に戻るだす。みんなも一緒にマジカルチェンジ。ラブ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。